私の名前はライア、そう前もサウイアイエオイブニだ、とってもキュートで素敵でしょ、でも長生きしてるさ本当だよねえ、私は実はとってもメスガキ、もうやつらにはわかるさクソガキ、メスガキにザコ略してザコガキ、ゴエロゴイヘオマンマベブエルマジョジセヨ、口にくわえ飲み込んで体がどんどん熱くなる、ほらギーダルへよじせよ、おっぱーほら私のところへ来てください、ずらりと並ぶ韓国の酒だよ、マッコリ茶ミスルキャスデグダヤナン、お好きなのをさあ選んでください、そしてワイワイと遊んで楽しんでね、お母さんお元気ですか、俺は魔女の誘いでよく遊んでくれましたけど、しばらくしたら魔女はいなくなってた、酒を飲んだら俺は眠くなり気がついたらベッドにいた、すると魔女は俺の前に乗っかって、俺は快楽に溺れていた、そして赤い薬を飲ませてしまって俺は魔女の奴隷になった、そう魔女に従わないと殺すねえおっぱー、もしかしてえ私の前ではルグルグするの、まったくおっぱー珍しいわ、でも容赦しないよ覚悟しろよ、どのプレイがお好みかしら、チャエッチエジョブする無限のリード、れでも負担は自己責任です、さあ魔法でジェオベロゲム紹介、まあ私は可愛いライア、名前の由来が嘘つきライア、包丁隠して付き合ってそう簡単登録ザエントリーエ、最初は元気に騒ぐよさあ歓迎ガイダザパーティー、そしてガキたちは眠りに落ちて、私の虜さザスパイジー、俺は気づいた、魔女と遊んでいた、痛みはあるけど気持ちよく遊んでいたけど、本当はここから出たいと思い、俺は楽しむように偽ってた、逃げるには結構時間かかるが出るにはそれしかなさそうだ、俺はできる限りここで耐えるように生活します、しばらくの間魔女と暮らします、いつかまた会える日までさようなら、エオマレールマンナコシプに本当にできるとマンクカコシプに無理でしょ、ノーノー、エオマレールマンナコシプにそんなことできるとマンクカコシプに私と暮らそうよ、して付き合ってそう簡単登録ザエントリーエ、最初は元気に騒ぐよさあ歓迎ガイダザパーティー、そしてガキたちは眠りに落ちて私の虜さ